おはようございます。ノームドラヘイです。月曜の朝いかがお過ごしですか？今週からね、僕の住んでる地方はなんか雨が降りそうな感じになっておりまして、僕もなんか朝からすごい、まあ気圧のせいなんでしょうかね、体が重いなとか、ちょっと夜中に蒸し暑くなってね、目が覚めるなどのことがあって、ちょっと体調が思うように芳しくないというか、まあなんか普通一回起きたらそのまんまスッて起きられるんですけど、ちょっと調子悪くてもうずっとしばらく布団でもぞもぞしていたっていう感じになります。今日はね、ちょっと朝早く来て、ちょっと銀行の方によって支払いを済ませて、まあそれからリワークという形になっていく予定なんですけど、まあね、明日も収録できればいいなとは思ってるんですけど、明日実は資格試験を一つ受けることになっておりまして、まあ IT パスポートで比較的簡単って言われるんですけど、やっぱうつ病でちょっと能力的にガクッともういろいろ落ちてしまって覚えるのが全然できない、特に計算系の問題がどうしてもなんか覚えにくいっていうのがあって、なんか覚えにくいっていうのは特に公式ですね、なんかこれをこうしてこうしてなんか 100% 100かけると100ちょうどいい金額になるってやつなんですけど、それがうまくできなくてちょっとね悩んでおります。まあね、全体で6割5それぞれの分野で6割取れればいいと言われてるので、それなりに頑張りたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう、さようなら。